東武後期は朝鮮半島にあったくだらからと来した日本古代の五世紀後半の技術者である。日本初期末期第14によると、西暦463年、有略天皇は西館再帰還院地の権限により、くだらより新たに手人を求めることになった。その結果、東武後期の他にバグ製作の蔵作りの権威、画工の株元からわれ、 錦や綾を折る錦部ただし穴錦通訳の訳語病案ならを主張とする技術者集団が、くだらより来日し、我々の広津湯に留め置かれた。ところが、風土になじめず、病死者も出る始末だったので、他の孔人らと共に上桃原、下も桃原、山和国の新進、原の三箇所に、遷移させられた、という。桃原は、河内国石川郡あるいは、 水古天皇34年5月上にある、蘇我馬子が埋葬された、桃原墓のあるところで、新進原は、現在の奈良県飛鳥村付近だろうと考えられている。彼らは、吉備城と定義美が留置したままにしておいたくだらからの、手松の手人を、弟義美の妻のクス姫と吉備海譜正し赤尾が、改めて有楽天皇に献上し直したものである。あちおみ、とかおみのような、 古くから帰化した、漢人と異なり、新たにやってきた、漢人という意味で、新漢と呼ばれた。そして本来軍によって管理されることになった。後期は、末期の政作に携わった朝鮮からの虎来人の草分け的存在であり、集団の長であったと思われる。末期は朝鮮半島系の投出時で、酸化炎で焼成する従来の弾きと異なり、還元炎で焼成するため、 固い。古墳時代中期より普及するため、この伝承に時期的に符号する。末期には、その多数が古墳の副葬品として見られ、その技法は日本の瀬戸焼き、床舐焼き、備前焼きなどへと発展していった。ありがとうございます。